どうもお疲れ様です。どうもこんにちは。こんにちは、翔平さん、よろしくお願いします。今日取材よろしくお願いします。幼少時代から手がつけられなかった、抑えられないエネルギーを格闘技にぶつけ、本当の強さを求めタイの国へ行く。タイではビジネスも成功したが、友の裏切りや刃物で刺されたこともある。目まぐるしく変化する人生に立ち向かう彼を見て、こんな言葉を思い出した。人生における最大の嘘、それは今ここを生きないこと。ねえ、ジュンキ君とか、はい、シラミジャンキーさんとか、はい、250番さんとか見てて、はい、あ、ここから撮っていただきたいなと思いまして、ここも結構面白い。実録ジャーナル、今回の主人公は翔平さん。彼がためらいなく走り抜けた人生とは一体どんな人生なのでしょうか。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そうですね、もうシラフジャンキーさんとは、そうですね、もう15年ぐらいのお付き合いですね。ボクシングジムが一緒で、それからですね、この時はそうですね、1年とか2年ですね。僕すぐにタイの方に行っちゃったんで。翔平さんが、はい、同じジムに一緒に在籍したのは1年とか2年ぐらいだったと思います、ね。神奈川県の相模原市っていうところがあるんですけども、そこで生まれまして、まあ、そこからすぐ近くの町田市という、東京都町田市というところで、まあ、生まれ育ったですけど、まあすごいなんか人見知りで、なんか結構内気な性格だったんですね。ただやんちゃな面もあって、一個上に兄とかいたんですけども、何かあると兄を引っ張られたりとか、まあそんな、まあ、やんちゃな子でしたね。恥ずかしがり屋ながらも結構やんちゃだったりしましたね。そうすると兄弟喧嘩多かったね。あ、しょっちゅうでしたね。もう毎日でしたね。兄弟喧嘩というのが僕が一方的にいじめたのかわかんないですけど、しょっちゅうでしたね。もう、なんですかね、もうパワーが有り余ってたんですかね。もう本当に幼稚園小さい時にこう、僕、バク転とか前転とかもみんなの前でやるのが好きで、もう一人で練習してる時とかに頭バーンってぶつけて、自分が悪いのになぜか兄貴をしばきに行ったりとか、なんかそんなやんちゃな子でしたね。まあ、怒っても聞かないですよね。まあ、うん、親も警察っていうのもあって、結構、まあ、厳しかったっていうのもあるんですけど、それでも全然言うこと聞かない子でしたね。ですね、小学校、まあ、幼稚園年長年中ぐらいから、まあ、柔道場に通わされてまして。活発だった我が子を見て、柔道に通わせることにした母親。しかし柔道場では上級生からの激しい虐待が待っていた。で、まあ今思うと、まあそれこそ、まあ虐待みたいな、まあそんな厳しい道場にいて、まあ例えばですけど、まあ平手で吹っ飛ぶほどとか、そんなの全然序の口なんですけど、まあ柔道ってこう抑え込みっていうのがありまして、抑え込んでこう腹で潰されて息止められるんですよ。ぐわっと止められてもう落ちちゃうんですよね。落ちて引っ張たかれて起こされて、それを何度も繰り返すとか、小学校でやられてましたね。相手は大人ですか。まあ上級生ですね。まあ、今思えばちょっとそういうのひどいんじゃないかなと思ってたんですけど、その時はその時で、まあそれがまあ普通とは思ってなかったんですけど、もう逃げ場なんかなかったんで。やめたいとかも。もうやめたい、毎日思ってましたね、やめたいっていう。お父さんが行けって言って。ああ、まあこれはおかんですね。おかんが行けって言って。って感じですかね。したいからとかそういうことですか。何なんですかね。一応何かしらスポーツやらせたかったんだと思うんですけど、まあそうですね。一つのことは続けるっていうのを覚えさせたかったんだと思いますよね。柔道は何歳から何歳ぐらいまで。そうですね。柔道は、幼稚園5歳から小学5年までいましたね。結構やってますね。もうちょっとね、耐えきれなくて5年生の時に僕逃げ出して、
あの実家の近く山があるんですけど、山に逃げ出してあの木の上に登ってずっと夜までそこに隠れてたりとか、そんな感じでね、もう正午の時にもう逃げ出しちゃいましたけど、あまりの辛さに。どう、親探しに来ます、ね、あ、来ましたね。あのパトカー呼ばれましたね。警察官だけに呼ばれましたね。はい、見つかりました。木の上にいる。はい、はい、で、あの、はい、家に連れ戻されましたね。怒られました。そのもしかしたらその時の反発があったのかわからないですけど、結構まあ家とかでも暴れるようになっちゃって。そうですね、小学その5、6と中1ぐらいまでかな、結構暴れるようになっちゃいまして、まあ、外で悪いこと、その不良とかはそういうのは全然やってなかったんですけど、ただこう家のガラス割ったりとか、家の壁全部破壊してもらったりとか、そんなこと毎日やってて、まあ、結構そうですね、お父さんお母さんにめちゃめちゃ迷惑かけちゃったっていうのもあって、それが小5から中1ぐらいまで続いて、ちょっとこれじゃまずいとずっと思ってて、自分でもうとにかく暴れたくて、もう気づいたら壁殴ってたりとか、もう気づいたらそのテーブル破壊したりとか、もう物というもの、家のものを全部破壊しましたね。まあでもこれじゃまずいとずっと思ってて、今の状態を変えたくても変えられない、そんな風に思っていた中学生のある時、人生を大きく変えるあるものに出会うのでした。何かその、その時ちょうど K-1 とかが流行ってて、テレビで見た時に、あ、これだと思いまして、何かやらなきゃと思ってて、あの近くにボクシングジムがあって、でそのボクシングジムに、まあ、通うようになったんですよ。まあ最初は遊びだったんですけどね。それが中学生ぐらい、中学2年ぐらいからですね。自分から親に言って、そうです、そうです、うん、親は何て言いました？あ、もう池ですよね、池ですよね、はい、で中2から行って、まあ最初はまあ遊びみたいな感じだったんですけど、それがまあ高校を卒業して、まあ19歳ぐらいですか、もう何を、なんだろう、この先どうなるのかなってまあ考え始めて、でそんな時にちょうどジムの会長から、お前プロテスト受けてみないかって言われて、はい受けますって言った、まあ、受かっちゃったんですよ。受かっちゃって、じゃあどうしようかなと思って、じゃあプロデビューするかと、プロデビューしたんですね。19だか20歳ぐらいの時ですね。でプロデビューして、もう負ける、自分が負けることなんか想像したこともなかったんですけど、もう勝つつもりしかなくて、で負けちゃったんですよ。1回デビュー戦で、まあ、KO 負けなんですけど、その KO 負けも、まあ、僕倒れてもいないし食らってもいないのに、審判に止められて KO 負けにされちゃったんですよね。なんか一発もらったんですよね。で僕本当に聞いてもいないし倒れてもいないんですよね。だけどそのなんか有効だとして取られて、審判が止めて、はいお前 KO 負けだって言われちゃって、もう悔しくて悔しくて涙が止まらなくて、そんな時にジムの会長が、お前悔しくて1ラウンドで KO しちまえばいいんだよって言われたんですよ。もう強くなりたい、強くなりたいって思ってまして、でそんな時に僕、まあ、とある友達に相談したんですよ、強くなりたいって。そしたらそいつは、強くなりたかったらタイに行け、東南アジア、タイ、あのムエタイの本場タイに行けと。その時またこれだと思いまして、その2週間後にポケットに80万入れて、まあ、当時一人暮らししてた、もうマンション全部引き払って、車も全部売って、服とか売れるもん全部売って、80万円現玉をポケットに入れて、何のオファーもなしに2週間後にタイに飛んだんですよ。21とか20歳とかそのくらいですね。はい、でバンコクに降り立ったら、まあ日本語が聞こえるんですよね。日本人いっぱいいて、外人もいっぱいいて、ここじゃダメだと思って、もうタイの奥地、まあイサン、ウボンラチャターニってとこがあるんですけど、そこに行ったんですよ。したらもう日本人なんていないし、まあ、それこそスラム街みたいな感じの、まあ、貧困地区だったんですね。今は結構変わってきてるんですけど、そこに行って、まあ、探してるうちに、現地の人とかに聞いてジムを探してるうちに、あのジム、まあ、見つけることができまして、まあ、そのジムがその民家の中のこう駐車場にサンドバッグが吊るしてるだけなんですよ。駐車場があってサンドバッグが2個ぐらい、それがジムなんですよ。
でも向こうはそれが普通なんですよね。リングとかなくて、まあ、リングみたいなのありましたね、あのロープ引っ張っただけみたいなので、下コンクリートです、野外なんで。それ見た時感動しましたね、これだと思って。ですぐにお願いして、まあ、入門しまして、タイのムエタイジムに入門を許される翔平さん。初めのうちは相手にされなかった日本人だが、彼の強くなりたいという思いが伝わり、ジムの経営者も彼に目を向け始める。まあ、最初その時はもうタイ語とかも全然分かんなかったんですけど、まあ、やっぱ全然相手にされなくて、まあ、1ヶ月2ヶ月ぐらいした時に、まあ、やっと試合組んでもらいまして、でその試合も面白いのが、トラックの荷台に乗せられて山奥に行くんですよ。で山奥に広場があって、そこにリングが建てられてるんですね。日本でいうその夏祭りの盆踊りのこの会場みたいなのあるじゃないですか。タイではリングが置いてあるんですよ、盆踊りの会場に。私ボクシングやったんですけど、もともとキックボクシングをやりたいっていうのもあって、あのムエタイを選んで、そうですね、タイではムエタイをやってまして、でまあもちろん勝ったんですよ。KO 勝ちしまして、もう負けたら帰れない、日本に帰れないと思ってましたし、もう居場所もないと思ってましたし、もう KO で勝たなきゃ仕事がないし自分の居場所がないと思って必死でしたね。これはあのタイに行って生活は仕事を見つけてとかそういうこと？いや、その時はもうずっと貯金でやってましたね。持ってた80万だけでやってましたね。ちなみにその日本の80万、はい、当時の80万って価値はタイで言うとどのぐらいの価値で買ったんですか？そうですね、当時のタイだと13、14年前なんで、まあ、価値観で言ったら 3、4倍ですね。 3、4倍、はい、だから300万から400万ぐらいの価値はあるんですよ。じゃあまあなんとなくね、1年2年はやっていける、はい、そうですね、1年2年は何もなしに本当に練習だけで、あのムエタイだけで、食っていってましたね。ただデビュー戦のファイトマネーは500円でした全然、はい、勝ったんですけど、でその時 あのジムのボスがえげつない人で、お前負けたら全裸にして写真撮って、お前日本の実家にばらまくぞって、本当にそういうことする人なんですよ。もう必死でしたね、負けられなかったですね。もう負けられなくて、まあ1年ぐらいして、まあ一応無敗でオール KO で帰ってくることができたんですけど、何試合ぐらいですか？そうですね、その時は10ヶ月で6試合やりましたね。多いですね。結構多いですね。日本だと3ヶ月で1試合とかなんですね、普通だと。だから向こうで僕一番多い時で10日で3試合とかやりましたね。はい、タイだと普通なんですよ、それが。はい、でそれはもうダメージあってもやる。そうです、やりますね。もうどっかしら絶対怪我してますね。で、まあ、無敗で日本に帰って、はい、そうですね、1回日本に帰ってきて、でまあお金がなくなったというのもあって日本帰ってきて、まあ、無敗を誇っていた翔平さんは所持金がなくなりそうになると日本に帰ってきた。そこからまた新たに翔平さんの才能が目を開いていく。その後も何度もタイ、まあ、行ったり来たりしてまして、そんな中でも行ったり来たりめんどくさくなって、もうタイで商売しようと思って、うん、その絵が22とかですかね、2とか3ぐらいの時ですね。20、そうですね、はい、最初そのまあ、まだその当時はタイはすごい田舎で、日本からしたらすごい遅れてたんですよ、いろんなことが、うん、で日本当時タイ人が日本にあのビザなしでは入れなかったんですよ、入れなかったんですよ。今この世の中ですけど、そのビザなしであの15日間今入れるっていう、ま、緩和されたんですけども、当時は入れなくて日本のものがすごい高く売れたんですよ、例えば化粧品とか日本のおもちゃが、これはいいと思って日本からもう運びまくったんですよ。それで結構儲けることができまして、でそのお金を元手に向こうでコーヒーショップを開きまして、でちょうどその